僕らの国会。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。はい、9月13日に収録を行っています。今回のテーマはサイバーセキュリティについてということで、部会の内容をご紹介いただきたいと思います。はい。今回もこういうドヒャーっと分厚い資料が出てる、はい、部会なんですけれども、内閣第2部会ね、内閣府で扱うことが多いので、第1部会と第2部会に分かれてるんですけれども、そことデジタル社会推進本部、これ党の正式機関ですけど、いずれも正式機関、その合同会議でも医師の部会ですね、はい、が開かれまして、何を協議したかというと、このサイバーセキュリティ戦略っていうものが政府でまとまってですね、はい、だからこの分厚い資料の、主なものはそれなんですよ。これは概要ですけど、この案そのものがね、概要っていうのはだからこうやってチャート図で分かりやすくなってて、案そのものも出されるんです。でこれはこの9月7日の合同会議、この時は関係者会議だったんですよね。で、これは今この表紙とかはお見せしても全然問題ないと思います。でですね、ちょっと余談ですけどね、これ普段だったらこの1番目のところに僕のマイクエスチョンとか答えぶりとかごちゃごちゃ書いてあるじゃないですか、はい、これまっさらですよね。すっきりしてます、うん、そうや普段はごちゃごちゃないんや実はですね、ここに行った時もね、僕自身は IT 技術は普通に使ってるんですけれども、 IT ないしは IoT を普通に使ってるんですけど、この動画収録のためにね、紙を別途もらうわけですよ。他の議員にもちゃんと説明して、ペーパーレスを進めるためにこういうタブレットになってるからね、はい、それでここでも聞いたわけですよ、はい、動画収録あるんで紙をいただけますかって言ったら「いえダメです!」サイバーセキュリティですからちょっとそうですか、まあ、ガクッとなりつつ、まあそれはそうだということにして紙を諦めまして、したがってどうなったかというと、紙がないのでメモ取れないからパソコンに打ち込んだわけですよ、はい、で僕はこれにも実はこのメモ機能も随分使ってるんですけど、まあ、正直申して打つのは早いので、当たり前ですよ、物書きですから、だからバババッと打ち込んでですね、それをこうやってプリントアウトしたんですよ、ね、だから普段と趣が違うわけですけど僕の質問は2点ありまして、1つはですね、この膨大な資料の中にどこにサイバーセキュリティをちゃんとやるかという中にね、こういう表現があったんですよ。先端情報を持っている大学と、はい、で当たり前の表現の思うでしょ、うん、でも僕はあえて問題提起したのは、はい、これとおそらくこの中身を見てもいわゆる理系の大学のことを言ってると思われますと、うん、あるいは理系の大学であったり、あるいは総合大学の中のいわゆる理科系を言ってるでしょうって、それ違いますよと、はい、でそもそも文系理系を分けるってのはよくないって僕ずっと言ってて、例えば僕は高校の時に文系に分けられましたけど、うん、数学の中で好き嫌いがかなりあって、はい、まあいわゆる受験勉強しないので好き嫌いだけでやってたんですけど、数学3文系は触らないことになってるけど、数学3の方がずっと面白かったんですよね、数により、うん、まあたまたまそういう頭の傾向っていうだけですけど、それで文系理系を分けないっていうのはもう世界ではどんどん進んでて、日本ではいまだにそれが相当残ってるから、このサイバーセキュリティっていう意味はですね、単にセキュリティじゃなくて国の予算をドンと投下して特別に徹底的に守りましょうと。つまり防衛セクターも含めてですね、防衛省も乗り出して、これ実は内閣にはニスクってあるんですけど、はい、通称ニスクって言ってるんですけど、これフルに書くとこうで、すいませんこれ写してもらってるからそのまま言うと「National Center of Incident Readiness and Strategy for Cyber Security」これで、NISC とってニスクって言ってるんですけど。要は事態対処ですね、インシデント・レディネスっていうのは緊急事態、この場合はサイバー上の緊急事態にレディネス、常に備えると、それからサイバーセキュリテれはもうカタカナでいいかもしれませんが、要するにネット空間でのセキュリティに対しての全体的な戦略ですね、それを取りまとめてるナショナルセンター、国家の中枢機関という意味で、この英文で最初にこう作ってニスクと言ってるんですが、このニスクだけ、この出生官庁ニスクだけお出になって、あとはそのオンラインでつないであったんですよね。それはそれこそサイバーセキュリティをかけてのことですけど、でそこで申し上げたのが、その文系理系を分けるんじゃなくて、例えば僕は東京大学と近畿大学で教えてきましたけれど、その前ってこんな言い方しなかったけどね、僕の授業内容も文系に分けられちゃうわけだ。うん、そうですね。で本当は東大なら教養学部なんで、文科一類から理科三類、医学部に進学する学生までいたから、一応分離両方入ってるんだけど、分野としては文系になんとなく分けられてるわけだ。だから近畿大学は経済学部なんで完全にいわゆる文系になってるわけでしょ。でもですね、その中で語る国家戦略とか、あるいはその技術進化をどうやって作りますかと、それから安全保障技術とか、そういう話もしますよね。だから分離を分けられないわけで、技術系理系の話もあるっていうだけじゃなくて、じゃあどういう外交戦略なのか、例えば中国に対してどういう考え方をするかって、こういうのって国際政治学、国際関係の文系ってなんですけど、はい、これも例えば中国共産党だったら当然ハッキングして知りたい話になるわけですよ。だからこの案に出てくるような文系理系の呪縛から解かれてなきゃいけないって話をまずして、もう一点、実はこれ全部読み込んでですね、全部読み込みました。信じがたいでしょうが、もうこれだけあるんですけど、とにかく政府が説明してるあたりブワーッと読まざるを得ないんですよ。事前に僕なんて渡ってないから、渡ってる人もいるんですよ、こういうところの幹部だったら。でこっちは渡ってないから、その場で猛烈に読むんですが、だからしょうもないところは、まあ、読んでるんだけどどんどん飛ばすわけ、も分かってるところは。それで全部この場で目通しましたとあるままに言って、その上でこう決定的なものが欠けてますと。何かというと、攻めるセキュリティ、うん、それでなんか嫌味に聞こえそうで多少嫌なんですけれど、でもやっぱり民間時代の現場の話をしました、はい、でこれはですね、前もどっかで言ったことあるんですけど、ペーカムっていうのがあってですね、はい、今はインドペーコムって言ってるんですが、アメリカ太平洋軍司令部、今はアメリカ軍のインド太平洋軍司令部、インド洋まで含めてって意味ですが、これはアメリカ軍の中枢なんですよ。はい、でこれが真珠湾の、ハワイの真珠湾の日本軍が攻撃した本当はプールハーバーですから、湾じゃなくて港ですけど、真珠港ですよ本当は。真珠港の向かい側の山がこの全部司令部なのね。はい、でこれなかなか入れないんですよ。はい、入れないけど、それは三浦氏も知ってる通り、僕は民間時代からよく入ってたくさん議論をしてて、で何年も経ってから、だからまだ三浦氏が来る前かな、何年も経った時にね、ちょっと今回は青山さんを違うところに連れて行きたいって言われて、結構その長時間歩いて、非常にガードがさらに硬いところに入っていったら、そこが米軍のアメリカ太平洋軍のサイバー本部だったわけ。はい、そこ初めて入ったんですよ。それで初対面の将軍が待ってらして、いろいろあなたの話を聞いてると。で今回はこれからの日米同盟の中心はむしろサイバー防衛なので、すでにサイバー戦が始まってて日本は遅れてるので、あなたは民間人で自由だそうだから余計に今日は踏み込んで話したいって言われてですね、でその時にあった話の大半は今でも言うことできないけれど、一つ言うことできるのは、この場でも言ったのは、米軍もサイバーセキュリティっていうのは守ることだと、ずっと防いできたんだと。ところが防ぐだけでは対処できなくて、つまりはっきり言うと、この将軍ははっきりおっしゃったけど「We have been defeated」と言われた。つまり負け続けだったよ。誰に？朝鮮人民軍に。中国人民解放軍 PLA って言いますけど、それだけじゃなくて朝鮮人民軍って非常に小規模な軍隊のサイバー部隊にすら米軍は負けてたと。ディフィーリッドねって言われて、それでこれ守るのはもう無理だと。じゃあこっちから攻撃すると、攻めることを始めたら守ることが初めてできるようになったと。だからミスター青山、これ日本に持ち帰って議論してくれないかと。日本の専守防衛とかも彼らよく理解してるから、このペイコム、あれ今のインドペイコムっていうのは日本も対象地域で、だからその下で第7艦隊も横須賀にいるわけですから、だから専守防衛って最近はいくらかマシになって、前はこの日本の領空領海領土にミサイルが入ってきて初めて対処するって、そのむちゃくちゃな、じゃあ数秒しかないじゃないですかと、ね、一番時間があってもまあ1本あるかどうかぐらいしかなかったけど、それが少しは話は柔軟になってるけれども、しかし基本的に守るだけっていうのはもう無理ですよと、サイバー空間ではもう無理なんですと、でサイバーでは世界大戦がもう始まってて日本だけ逃れるわけにいかないんですってことを言われて、僕はその通りで、その時は反論よりもちゃんと日本で考えますということを民間ですけど持ち帰って政府と協議したわけですよね。でそれからずいぶん長い時間が経つのに全くないと、ね、これでサイバーセキュリティっていうのはその現実の話じゃないと。でしかも具体的に見るとですね、このサイバーセキュリティのここにこれ僕の発言ですけど、推進体制見るとね、これは見せていいと思うんでこの資料を見ていただくとですね、これサイバーセキュリティの政府の推進体制で、これ肝ですよね。でこれ見ていただくと、要するに内閣総理大臣の直轄で頑張りますよってこと書いてあって、それでこのさっき言いましたニスクですね、これね、内閣サイバーセキュリティセンターって、でそこと協力する関係本部6省庁ってあって、その中に防衛省が入ってるだけなんですよ、ね、だからなんか側面協力みたいな話なんですよね。それでさらにこの本部員を見るとですね、この本部員ってありますよね、本部員の一人として防衛大臣がいるだけですねと。でこれを見るとですね、まずこの攻めるサイバーセキュリティ考えると、それは警察もゼロとは言わないですけど、それは基本的に自衛隊なんですよ。で自衛隊もかつてはほとんどなかったんだけれども、僕は民間時代に本当にこれいっぱい行ったわけですけど、今はかなり部隊が強化されていて、そしてその攻めるサイバーセキュリティ考えたら、この現実には自衛隊しか能力がないわけですよ。それはなんでこの端っこなんですかと。でそこに加えていったのは、サイバー防衛能力の抜本的強化って、こんなの何の足しにもならない抽象論しか書いてないと。それから専守防衛との整理が必要ですと。これは実は重大課題で、専守防衛が金貨玉状にしてる通りだったら、サイバーでやられるのもこのやられてからでしょ。だから米軍のような強いところでもそれじゃ何もできないということを分かってるわけだから。それで僕はその発言終わって次の方に当たったんですよ、ね、僕の隣にいた人に。突然ですね、その次の人が発言しようとしてるのに、この甘利明さん、デジタル社会推進本部座長の甘利さんが「そうなんだよ!」って言って、甘利さんってすごい穏やかな人なんですよ。大声出すのイメージないですよね。それとあえて言いますね、甘利さんすいませんね、増税減税の考えで一歩目で言った人と違いますよ。違うけど結構僕こうご覧になるわけですよこいつ減税派っていうね。それが甘利さんが「その通りなんだよ!」って言って。でここに僕はメモしたんですけど、どんな防御をしたって全く守れないんだよと、青山さんの言ったそこが最大のポイントなんだよと、最後は憲法まで行き着くんだよと、おっしゃってですね、僕は思わず拍手しちゃいましたよはい。さあこの1点があって、じゃあ政府はバッチリ答えてくれると思いきや、まずは青山先生のおっしゃった大学のことですが、大学に関しては公共政策学もその対象だと考えておりますから包括的に進めたい、ね、まあ公共政策学も入るとおっしゃったのはいいけど、この包括的に進めたいっていう、そのこうしたいなって話を聞いてるわけじゃないと僕は思ったけど、まあギリギリかなと思って、そしてその僕の後半のことについては甘利さんの衝撃発言もあったのに、人材育成の中でご指摘のような人材を育てていきます。警察庁防衛省においてで終わったわけですよ。で僕はこのちょっと待ってよって顔したら、やっぱりニスクは優秀な人も多いし「はい、はい、防衛省」ってちゃんと振ってくれて、このサイバー空間の中の、ね、つまりオンラインの防衛省がですねちゃんと答えてくれたんですが、はい、妨げる能力のつまりサイバー攻撃を妨げる能力の整備を進めていくで終わったわけです。違うだろう話がっていうやる気ないってことですね。いやだからこれは甘利さんと僕が共通していったことは正しくて、まず我々の側で立法府とそれから政府の中でも行政官じゃなくて政治家の方で憲法との関連、憲法9条を変えるのが一番ですけれども、そうでなくてもその前に専守防衛っていうのは本当は少なくとも裁判になったらもう安ら事ですよと、侵略は絶対しませんが攻めるセキュリティが必要なんですと、攻めることが防御なんですということを整理してくれないと、リスクだろうが防衛省だろうが実は身動き取れないということで、我々の責任になるということです。はい、なるほど。高市さんがそこら辺かなり主張されてますもんね。推薦人になってるんであんまり押し出しを逆にしないんですが、これは高市さんがずっと取り組んできたことなんですよ。はい。他の2候補がやってないとは言いませんけど、高市さんはまあこの道のプロかっていうぐらい勉強されてます。そうでしょうね。これは安倍さんも僕に言ってましたよ。勉強家だと。はい、本当です。ね。はい。はい。では今日の内容は以上にしまして、最後こちら。今目がこの垂れ目が広がったの分かった。はい、分かりました。がこちらです。今日は両方でしょ。いやですね、長いんですよね。ちょっとある感想がですね。大変長いので短いのがないの。はい、そうなんですよ。短い感想を皆さん送ってください。結果としてどうなるんですか。スメラギです。はい。でも嬉しいですよ。いつも応援しています。はい。誰があなたを守るのか良かったです。女性天皇と女系天皇の違い分かりました。はい。以前は女系天皇でも父母どちらかをたどれば神武天皇にたどり着けばいいのではないかと思っていました。しかしそれでは王朝が変わることを認めることになるんですね、はい、そこに気づきませんでした。女系天皇がとんでもないことだと分かりました、はい、長峰あかり他登場人物も面白かったです。あ、嬉しい。これからも頑張ってくださいという感想です。ありがとうございます。あかりちゃん、新行くん、のりさんはい、もうこの世にいないとは思えません。でも実際この中にいるんですよねそれが漫画であったり小説であったりするんですよ。実際この中にいるんですよね。はい、僕らの儚い命よりも実はずっと続いていくわけです。はい。では皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。早く20万人になってほしいです。はい。腹話術は失敗しましたので、このままの状態でジャンプできるかってことをいきなりまた実験してみたいと思います。ですか。チャンネル登録。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。